たー、始まった。あ、イカちゃんで色。なんだっていいさ。目の色、赤だ。ヘアスタイル。おお、増えてる。うわ、2のもあるな、嬉しいな。これだ。眉毛？眉毛も？遊ばせてくれー。困り眉ないのか。これだ。ボトミス？正気だ。そうだ。あ、違う、合ってる合ってる。そうだ、初期設定あるんだ。何？何？始まっちゃうよ。生かす、初期で。そうだ、なんだ、チュートリアルやらせてくれるんだ、すごいね。え、こじゃけ。はあ、何、こんなのあるんだ。タコだと困り眉あるよって。なんだって？よしよしよし、この辺はもう理解してるよ。優しいな、チュートリアルやらしてくれるの嬉しいな。お酒かわいい。やべ、間に合わないぞやばいやばいやばい、あと8分ぐらいか。あー、楽しみたいのに。ウォーミングアップ、オッケー。鮭がね、相方になってるね。なんでラストワン賞が小鮭なんだろうって思った。そういうことか。ここで相方だからなんだ。おはよう。間に合う。タイトルコール、スプラトゥーン3前夜祭。今日は盛り上がっていこう。あ、キリミ連合バンカラ代表。はあ、なんだっけ、すごいジャパン式焦点みたいなスタイルか。臨時
関西弁なの。フェスの題はグッパチョキ。記念すべき前夜祭のお題はこれ、グッパチョキ。最強はどれか、何でもバッサリ一刀両断チョキ。あ、先言っとくね、チョキでやるよ。じゃんけんで一番強い手なんかあんのかの、なくない。ないって言った後にグーって言われたぞ。強化系かな、保湿系かな、変化系かな。みんなはどれにするんだ。強いのはね、チョキだよ、チョキ。初期の手は複雑、一番頭使ってないんだよって。あ、それっぽいこと言ってる。統計でね、急にじゃんけんしよう、じゃんけんポンってやった時に人はグーかパーを出しやすいらしい。ん、急なじゃんけんだとパーが勝ちやすいっていう統計があるらしいよ。というわけで、ステージ、あ、ステージじゃないのか、解散。今回の合言葉は解散か。おう、おう、どうしたらいいんだ。やらせてくれ、登録したいぞ。チーズ、誰だ、違う、あれ、あ、あったあった。オッケー、チョキ、チョキ、チョキ、いらしていただく、チョキ。オッケー、あと3分か。ごめん、やっと落ち着いた。まだか。すげえな、3だけあって。あとでゆっくり見よう。開始でやるぞー。あ、え、あ、みんなロビーで待ってる感じ、ロビーでここで待ってる感じか。オッケー、バカンスっぽい街だね。バンカラシティとは言うけどね、バンカラってなんぞや。ニコトツベ、両方平気になったの？ツイキャスもついております。あ、というわけで言わせていただきましょう。みんなーおーはよー、おはピース。前夜祭楽しもう。おはひょー、グーフィーっぽくなってるよ。わーここです、いらっしゃい。日本で9時一斉開催らしいんだって。あ、あーほんとだ、サンバっぽい。でも日本でもあの浅草とかでサンバやるよね。バンカラーって言ったら確か東京のあの辺のイメージだな。グレゴールできんのかね、どうなんだろうね。あ、なんかどうなんだろう。バンカラとは明治期にハイカラに対するアンチテーゼとして、そやでそやや野蛮を創始したもの、言動が荒々しい様。へえ、前回までがハイカラだったからアンチテーゼなんだ。決意着替えよって、え、機械じゃなかった。あ、これか。うん、全然触ってなかった。あー、しまった、この辺全然見てない。やった、パブロある、やった、北斎ある、よし来た、勝つる。ま、しばらくは北斎でやらせていただこう。急
9番ってなんだ、ジャンプか、見えねえな。触腕だ。インクまとった姿に変身し、触手を伸ばしてステージを飛び回る。 R で壁に張り付き、へえ。あ、来たか、クジ。よしやろう。まだか。おお、まだか。おお、なんだ、待たせるな。真っ先にやっちょ。始まらねえな、混雑してんじゃね。朝配信助かる。おはよう、おはよう、おはよう。きたー、9時から。そう、さあさあ、お立ち会い、バンカラ代表を生かし3人組スリミ連合をお送りするバンカラジオ。バンカラジオ、ほほほじろや。一番強いのはどれ、前夜祭始まってんで投票してね。フェスマッチのステージは湯の花大渓谷なめろう金属、完全新ステージだ。あ、2ステージなんだ。フェスオンリーステージじゃないんだ。あ、しゃあねえ。ほな、解散。集合！遊ぼう、遊ぼう、遊ぼう、遊ぼう。わかった、わかった、わかった。はいはいはい。わかった、わかった。わかった、わかった。やるやる。フェスで、はい、わかった。早く！わかった！やべえ、頭に入ってこない。わかった、わかった。あー、呼ばなきゃ。呼ばなきゃ。早くやせてて、やらせて、やらせて。チャレンジ、鳥からアタック、フェス、プライベートマッチ。あ、プラベも今日できんの。え、何、動けるじゃん。どういうこと、わけわかんない。何これ、待って待って、あれ今これ持ってんだよな。赤い色だ。そうか、チョキだからだ。チョキは赤なんだ。あはー、あー、四角なの。1、2、3、4。あ、違う違う、こっちじゃねえんだ。1、2、1、2。あ、三角か。おー、あー、なにこれ、試し打ちとロビーが合体してるんだ。縄張りバトル、仲間よろしく。え、名前出ないよ。え、名前出ないよ。なんでや。どういうこと、どういうことこれ。え、名前出てないよ。あああ、やべえ、スリーだ。絶対買う。さあ、どうしようかな。え、何？何？腕を伸ばせ。なんだ。あ、やれた。ローラーか。何これ。な、あ、おかしい。何？どうなってんだ。ジャンプじゃん。ジャンプじゃん。ゴムゴムのロケットできるね。これ実況みんなあれじゃん、自分プレイしてるから。見れてんのかみんな。おっと、危ない。右。なにこれ、気持ちいい。
あー濡れないんかスペシャルの把握なんてあれだよ、すぐだよ。ちょっと遠目に入ることもできるんだな。食べてんのこれ。よし、うまい。押し込め !3 人押してる。あ、壁濡れね。おお、相手陣地入っちゃった。何フックショットアクション。あれか、なんかリスキル対策、あっちゃ、リスキル対策やったとかって話聞いてた。そういうことか、ここか。これでだいぶいきなり死ぬってことなくなったんだね。初戦ぐらい越したいぜ。どうかな、どうかな、どうかな、どうかな。これ勝ったでしょ。やったー。名前非公開か。へえ、表彰なんだっけ。誠のチョキと。まあバトルこんな感じ。バトル中に味方や相手のプレイヤー名が入った技札のようなものなかった。ネームプレート、ネームプレートを使って個性をアピールしている。君のネームプレートはプレイヤー名登録がない。ああ、お、じゃあこれでギョンビンチャンネル。あ、オッケーオッケー、大丈夫。卑猥ではない、センシティブではないから。オッケー、2746ね。ランク上げようぜか。オッケー。これで名前出るようになったんだね。みんなじゃあ一斉に始めたから名前なかったんだ。これでつくんだ名前。びっくりしちゃう。これか。あ、インク必要なの。違う。あ、なんか、なんだろう、緊急脱出なのかな。これなんか意味あんのかな。うわー、10倍。あ、相手グーだ、勝たなきゃ。ナイス、送っちゃうもんね。やべ、あ、なんか何回も使えるの。なんか来る。コース把握しなきゃ。ワイパー、あぶね。さあトリックしなきゃ。忍ぶぞ。
筆は忍者と心得ろ。あ、そうか、時間制限あるからな。か。うわー、これむずいな。おっと、攻めよう攻めよう。勝ってるな。あ、そっか、ジャンプ、あ、無理。入ってきた。あー、10倍なのに。トリッキー、あーあー、やべ、初期ごめん。やべやべやべ。あ、そうだね。あ、今作嬉しい。負けても悔しくない音楽。初代の音楽覚えてます？デーデーデーみたいな曲だった。負けた BGM 結構気にしてたんだよな。一度悔しくなる曲だったもんな。デーデーデー。あ、続けるとかあんだね。喉がいたくるさい。あのスンってなる BGM 地味に嫌だった。嫌だった、わかる。一緒に焦点当たるのか。わらわら。ふーん。弓すんごい楽しいよって。ほう。あ、なんか、あ、あれ。ん？これはできてないのか。弓か。ちょっと弓触らせてもらおう。確かに。悔しいのはないね。そう、ボエンちゃん入れました。ワイパー、あ、違う、あ、弓か、これか。ちょっと、なんか、あ、え、あ、試し打ちここだから、ここで今 やりたいのか。試し機どうなってんのこれ。あれか、なんだっけ、チャージャーのチャージャー系で二段チャージだな。二段はなんだあれ。これだったら遊べるかもしれない。まあまあまあね、この行儀の最愛の武器は北斎だけど、ちょっとやってみようかな。チャージャーだね、一角だからね。へえ、あ、本当だ。縦？どうな、どういうこと？なにこれ？はぁー？なに？ファンネル？なんていうの？レーザー？塗りもいいな。あ、え、倒せるわけないわ。
ました。楽しい。あ、チャージャーが前にしまった。なんかやってる、なんかやってる。あー、吸引機。なんか移動が制限された感じした。吸引機か。もうフェスなのに、新しいゲームの試しなのに自陣塗っちゃう。あぶね。どうしよう。ずらせるね。あ、どうやって入ってんだ。お、この人入ってる。どっからか入ってきてる。押した押した。うわー、やられた。あの人も弓だ。サンズっぽいって。あーぽいかも。あれはブラスターだけどね。ガスターブラスター、言いたくなっちゃうかも。全然当たらんけど。なんか、なんか設置されてる。なにこれ。当たる。やだ、死にたくない。あー、あ、いけた。いい感じじゃないの。よっしゃー。まあ、そもそもチャージャーが向いてないんで、なんか焦点一回待った気しなかった。やったねー。うひょう。スナイパー枠、チャージショットで爆発、中央変化、塗りと球で使い分けられる機動力のある砂って感じだね。解説ガチじゃん。でもなんかいい感じ。そんなそんな。パチパチ。カスタマーしよう。パチ。です。いやー、勝利チームムービー、あ。浮気じゃないよ。使いたいだけだよ。浮気じゃないよ。あ、これもファンネルだ。ちょっと一回使っていいならいい。体験版だからね。体験版だから。うぅぅぅぅぅぅぅ。やば、やば、縄張りはこっちっしょ。え、ボムなんだ。おりゃー。早溜まるの。これジャンプしたら位置合わせられるな。まだかー。塗り尽くしちゃうぞ。あ、来た。筆持つと楽しいなって。いや、もう次から北斎ファンネル。ファンネルってなんだっけ。ガンダムからだっけ。ガンダムのイメージ強い。しゃ、アイスおっと、いるな。ファンネルだー。やべ、え、ワイプアウトな、何それ。
なんか変な技つから食らった。塗りまかして。チャージャーがいるんだ。入ってきてるやついる。これ入る、あ、ここから入るんだ。うまいやついるな。もうそこまで研究してるやついる。機動力っしょ。やべやべやべ。あー、ダメか。さすがに正面すぎ。うわー、押されてる。ダメか、消えた。設置系じゃないから生きてないとやられるぞ。あー、これで道を切り開けてないな。塗りは任せて。ダメだ、味方死んでる。無理無理無理。ダメだ、きつい。相手がうめえな。どうしよう。ってことはうまいってことはおろそかになってる部分を狙う。あー、ダメだ、消えた。ファンネル、うがー、いいようにやられた。北斎の可能性を信じてあげよう。北斎のスペシャル何なんだろうね。対戦相手2のランクであんまり実力差開かないようになってるんだっけ。そうなの。もう呼び名がファンネルになってる。わらわら。確かにファンネルじゃないのにね。名前なんて言うんだろう。カスタマ、おかえり。壁に貼り付き、貼り付いたままメインウェポン使えるか。国際のハスパイダーマンになれるやつじゃない。スパイダーマンか。インク切れたら変身解ける。メガコンレーザーチャンネル 8.6 とかだっけ。メガホンレーザーじゃ復活ってことか。名前だけだけど。へぇ、強かったよなメガホン初代の。食ワンダー。なんかずっと張り付いてた。いや、武器振ったら落ちちゃった。メインウェポン使用可能なはずだけどな。あ、これもしかして持ち越し？プレイヤー持ち越し？
やべ。そこ取りたかった。右。ダメだ。ガロンだ。武器多く出してくれても嬉しいね。飛んじゃっていいかな。あ、怖いな。やられてんな。ガロン強えな。なんかこの辺警備が薄い気がする。あー違う。来た。うまい。ワイプアウトって何？なんだ、何が起きてる？うまい。これ入り込む場所多いな。いろんなとこから来れるから。あぶねえ。忍者だ。これなんだ。ワイプアウトだから、なんだっけ、妨害電波？お風呂なかった。あー、イカ忍じゃないね。まあ、今はね。あー、サンキュー。そうなんだ。誰もいねえぞってことか。10倍、や、おめでとう。かっこいい、かっこいい。ちょっと敵を知ることは勝利につながる。武器を覚えよう。おいらっしゃい。サメライド、インクの力で進むフロートに乗って前方に突撃。もちろんチョキだよね。おお、かっこいい。これがサメライド。あ、若葉だ。若葉は今回は、あ、やっぱボムついてんだね。グレートバリア、大型のバリアを発生させます。バリア、内部装置や頂上の部品にダメージ受けたら早く壊れちまう。ん？切り替え？ああ。あ、これだ。あ、じゃあこれバリアなんだ。ちょっとこれはこの画面じゃ分かりづらいな。
構持続長いね。ああ壊れた。30秒ぐらい。ファンネル、メガホンレーザー6つ配置。相手をロックオンしたら装置が自動で追撃します。ロックオン式、これロックオンだ。発動中もインベウェポン使えます。はあ、スタイリッシュ。なんか技、なんかパッと使ってパッと動けるみたいな、なんか動くみたいなのが特化してるイメージ。なんか技使ってたら動けないじゃんっていうのはあったよね。かくってる？あらあら。かくってんだ。ロックオン終われたら大変やね。そうだね。追われたらか。なんだっけ、あのミサイル2でいうミサイルみたいな感じかな。ヨウツベの方が画質と滑らかさ良い。あ、なんかヨウツベの方がって言われてますよ、ニコニコさん。ダイオウイカ式だったんだけどな、試合中とかだとカクカクする。ってんだ。こん、何物部屋で流したん。そう、カニタンク。多速歩行戦車に乗り込み、ちょっとカノンで相手を制圧。カニタンク。ラインマーカー。あれ、消すってどうやってやんの。あ、え、消したい。塗り情報を消したい。どれだ。ん、あ、これだ。これがしたか。消せたよな。なんだ、あああ戦車だ。そうか、タンクだもんな。ダーって爆発しないのか。それ爆発だろうよ、そこまで来たら。なるほど。あ、また知らないやつ。エナジースタンド、強化ドリンクが入った冷蔵庫を設置します。一人一本だけ飲める。効果時間中やられたら効果切れるけどすぐ復活。あ、あーすごいすごい。即復、あれか。レイズ。リレイズか。やられてもすぐ復活。すぐ復活の意味がわからないな。その場で？装置を投げろ。わーい。あった、そうだね、あったら絶対行った方がいいやつだな。形状覚えよう。ああなるほどね、オッケー。やっぱ覚えなきゃいけないね。味方がこれ使ったら自分に有利っていうのは覚えなきゃ。今んとここんなとこかな。サメライダー、あ、ん、出ましたよ、ウルトラショット。なんすかこれ、なんすかこれ。おはよう、おはよう。あ、なんか見たことあるこれ。あー気持ちいい。ウルトラソウ、はい。え、待って、まだあるぞ。トリプルトルネード、これ違うやつだね。ウルトラじゃないもんね。インクの竜巻を起こします。サミアリです。かっこいい。え、何これ、これも違う。ナイスだ、出ました、ナイス玉、ナイス玉。ホップソナー、え、
スペシャル多くね？ソナーあれだね、補助チャージャーの補助技か。チャージャーがいたら注意だな。うわ、範囲広くね？あー、そういうことか。これに触ったら場所バレるんだ。いやー、覚えなきゃ。あ、ジェッパ吸引器多いね。なるほど、敵感知だね。さらにチャージャーだから、あ、見つけたパーン、見つけたパーンができるってことだな。トルネードの3回分け弱体化版？悩むな。例えば人が集まりやすい場所、塔のてっぺんとかに設置とかがいいのかな。なるほどね。なんかいい感じになんかね、調整されてる気がする。面白いな。トルネードですね。ナイス玉。あ、吸引器さっきやられた。なんかよくわかんない。吸引器、あ、違う違う、あ、説明見ましょう。吸引器の説明。相手のインク攻撃を吸い込むほどに強力になるインク玉、防御だ。ZR で空気の渦を発生させ、相手のインク攻撃すら吸い込む。てか、相手のインクを吸い込むのか。守るよができるってことか。で、一定期間経過か、メーターが満タンで、インク玉発射。攻守一体の二段構え。いきます。あー、なるほどね。守れるんだ、こうやって。見た。あー、これ見た。さっきやられたやつだ。あー、ワクワクすんね。やばいね。やばいな。大概これで見切ったかな。カニかっこいいなぁ。ジェッパー。あ、ダイナもいるじゃん。うわ、怖っ。やだ、怖い。あ、ハンコもあんだ。はぁ。食ワンダー理解しなきゃな。さあ、もう少しで始めるぞ。クワンダー溜まった。相手陣だー。これか。パブロ見てみようか。パブロ、あー、メガホンレーザー、ロックオンだから、あ、そっか、一回ちょっと、まあまあ、まあ、使わないけどね今回。ああ、うわ、あれか。あ、あれ敵、そういうことか。メタルマリオみたいな見た目しやがって。これ敵でロックオンできるんだ。はあ、なるほどね。試し撃ち進化してる。
ダメージ400、500、600。これかっこいい。あー、すごいな。結構攻撃力高めだね。当たれば。か。メガホン強くねえか。ロックオンって2人以上できんのかな？ 1 人だけかな？多分これはね、移動してねじれ作った方がいい気がする。そう、手段とかがね、向上したイメージ。でもね、一撃性もあるし面白いな。これぐらいずらしてもいいかもね。はぁ、一人に対して狙って巻き添え作る感じがベスト。まあ使わないけど。ふーん、メガホンかっこいいよね。イカはダイオウイカみたいな動き。ダイオウイカの動き？どういうこと？ダイオウイカ、なんかね、3ダイオウイカいるって話聞いてたけどね。おはよう。おはよう。おはよう。サミカ。くるんって？くるん？くるん？くるん？ん？どうやって？くるん？ダイオウイカ。あーあー、いつ？え、食安打の時に？わーって、脳溶けていいよー。脳溶けていいよー。ブラ。ちゃんと右上にもいるからね。どうもバビ肉しました。バーチャル美少年肉。こんなとこか。うーん、ゾンビ反射して。できてる。確認しなきゃ分かんない。どうせ両目つぶってんでしょ。最近聞いてほしい。最近首をさ動かしてるから、ちょっと首ちょっと熱くて痛いんだよね。ちょっと首でしか動かないんですって、首ガックンガックンやったら、なんかちょっとなんかムチ打ちみたいに、ちょっと首熱くて痛い。ちょっと動かしすぎたかもしれない。気をつけます。首が雑とか言うからちょっとしたくなっちゃう。なんかこっちに道あるよ。何ここ。あ、吉高だ。フェスランクおめでとう。おー、ガクガクですよ。じゃガクガクって言うからガクガクしてたんだよ。あ、フレンド、あ、フレンドとできんじゃん。おー、ん？フレンドとする、フレンドとしない。どうやってやんのこれ。あ、なんかこの辺も見て。おー、へー、十字キー左で一人で、右でフレンドとできる。うわー、なんかすごい怖いのがいる。かわいいね、かわいいね。だって怖っ。はぁ、一緒にできるよーって人、一緒にできるよーって人、先着3名で指名します。怖い。ホタ、マントさん、お、の
ウォンさん来い。もうちょっと試し打ちしたい。パスなし。いいよいいよいいよ、後でゆっくりやろうぜ。スイート機械だよ。スイッチ持ってないのか、マメ。はい、今のバトル終わってからになっちゃう。いいよいいよ。あ、そうか、ちゃんとチョキになってないとダメだぞ。グーとはできないよな。来た来た。やった、お邪魔します。さあ来い。わかんない、いつまでやろう。そのためのラブ。へへへ。あ、もう止まった。お邪魔します。止まった、うん、後で やろうぜ。あ、すごい。あ、もうこのメンバーで始めもできるんだね。すごい、やりやすくなってる。今4人集まってないよ。できないよがないんだ。来た。チーム違うんだよな、それはしょうがないな。早く会いてぇな。早くインク塗りたいな。君にインク塗りたくりたいよ。バチャバチャしたいよ。さあやろ。ナイスとかしたもんね。さてどうしようかな。あれ、なんかおかしい。あれあれ、できなかったっけさっき。押してるね。ああ、やられた。サメライド。ああ、近距離サメ回りなんだね。やられた。とりあえず参戦やろう。チャージャーか。あー、行かせられない。職番をなんとかせねば。使いこなす。ゆっくり見よう。道を切り開く。あ、来た。あ、早い。1秒2秒か。よし、道を切り開く。倒しきれない。ナイス。あ、やべ。なんか今キランって言った。勝ったんじゃね。勝ったんじゃ。
やったやったぜ。パチッ。うわ、ナイスナイス。勝った。強い。よし、かっこいい。パチッ。サンキュー。チームかっこいい。ほう。あ、すげえ。8キルした人いるよ。やるな。8キル倒したな。サンキュー。食腕理解したい。食腕を理解したい。あー、なんだろう、なんだろうな。あれ、インク塗ってるな。どうしたらいいんだろう。結構無理もできるっぽいんだよな、食腕。ナイスやられた。おー、いったいった。あー、しまった。倒したのに。いやいやいや、ワイプアウト。お、倒した倒した。押してる押してる。やべえ。あー、空中で破裂した。綺麗な花火だったな。塗ろう。あ、配信になってる。あ、配信のバッテンついてる。スタート地点進化してるってことだな。あ、やべ、バレた。荒らせ荒らせ。やられた。微妙だな。勝ってんのかこれ。左から行く。あー、やばい、ちょっと取られつつある。変なとこしちゃった。キルできない。あー、助けて。やばい。あ、でも相手陣濡れてんな。うわー、微妙。どうだ。うわー、どうだ。最後、うわー、あー、どうだろう。あー、しゃあない。残念だ。ごめん、めっちゃデスった。100倍おめでとうございます。しゃあねえ、100倍勝ったんだ。おめでとう。うわ、ん、もしかしてフェスパワー溜まってない。フェスパワーじゃねえ、なんだっけ、服パワー溜まってないな。どうだろう。いやー、相手にちょっと一人上手いのがいたってとこだな。しゃあねえ。
使いこなしたいな。食腕バグ、食腕なんかバグ技とか出てきそう。しゃあねえ。ちょっと誰だっけ、さっき入ってた方、どうぞどうぞ。イカロールの仕方教えて。イカロール教えて教えて。それってダイオウイカみたいにやるってことだよね。テンプシロール、はあ、イカダッシュ中にやってみましょう。あ、できた。あ、でもこれってなんかいいことあんの？かっこいい。引き返すんじゃ敵倒せないよね。あ、へえ。一時退却、なんだっけ、緊急回避だね。ダメだ、2回もジャンプしたらそれはバレるわな。右、スプラミンは3と2どっちに二分されるんだろうね。両方ともスイッチだからねって言いながら、なんと Wii U の方まだ生きてるんだよな。おし、倒した。分かってきたぞ。うわ、なんかダイナモの気配がする。味方でも怖え。あ、なんかジュース、ジュース、ジュースくれ、ジュース、ジュースだー。ジュース、ジュース、きたー。押してるな、めちゃくちゃ押してるな。これてっぺん取ったら、てっぺん取ったらあれか、相手陣地入れるんだ。危ね。やられた。まずいまずい。飛ぶぜー。どうしよう、上がんなきゃか。うー、あぶね。今のはグッジョブしたのでは。
かどうかわかんない。ちょっと触ればいい、それでいいのかな。なんか取ったモーションなかったぞ。やるね。Wii U のスプラ起動したらメンバー集まるのに時間かかったって。あ、かかるんだ。ジョンチかっこいい。取ったら自分の周りに上矢印出てるよ。あ、上矢印、上矢印。ありがとうございました。あ、なんだろう、今パワーアップ中ですみたいな感じで。サンキュー、勝てた。聞いて、6キル貢献では。ありがとうございました。パチ、すごい。ありがとうございました。サンキュー、やったね。ジョンチかっこいい。めっちゃドヤ顔。ドヤ。ジョンチかっこいい。今時見てるんだけど、命の輝くんみたいなスペシャルあるね。あるね。あいつホーミングだって。どうも。やばい、溶ける時間が、時間が溶けまくる。やばい。あ、待った、一回これキャンセル、キャンセルできないか、さすがに、さすがにできないか。これフェス仲間組んだ方が集まりいいな。まあ当然だけど。あ、いや、そんなことなかった。パッパイ入れますか。何が気温ピだ、キョンピって言え。二次流社長準備してやろう、やろうじゃねえか。やべ、オッケー、倒した。あー、味方ごめん。あー、やられた。バケットか。間違えてんじゃねえ。キョンピルじゃないよ。なんか投げられてる。さあ道を切り開いてくれ。あ、やられた。でもインクを使い切るか時間経過っていうのは面白いな。今までなかった、そんなの。自分で設定できるようなできないようなっていう微妙な加減が面白いな。あー、ミサイル撃ってる。ミサイルじゃねえや、 スーパー。待って、バケットうまい。残念。まだ、あ、まだどうなんだろう。ここって袋小路だからどうしようもないよな。相手陣だってしょうがない。あー、残念、奇襲失敗。バケットがうまい。右から行くか。強いやつと戦わない、それが勝つ時の秘訣だ。裏を書いてやればいいのさ。相手3人落ち。
狙ってやろうぜ。ここだ。あーあーあーで、そっちか。味方。ああ味方。やられた。ダメだ。やろう、やろうじゃん。いいよ、待つよ。どこだっけ。まばたきしないから目が疲れてしまうな。作って作って。どこだ、どこどこ。へえ、かわいいね。へえ、かわいいね。やべえ、やべえ名前だ。いいよ、待つでさ。これってフェスの今の状況とかってやっぱネット見なきゃ見れないのかな。本当？サンキュー。なんかよくわからないうちに始まった。わらわら。まあ直感ゲーだよねこれ。あー色。A で好きにしていいよ。待ってもいいし、パッと始めてもいいよ。北斎もうちょっと浮かしたいな。そうね、個人プレイがすぎるね。強調しなければ北斎は生き残れないんだ。ごめん、どういうことですか。入ってもいいんでねって。ああ、もうそれは任せる。待ってもいいよ。ああ、強調難しいって。でもね、やっぱね、連携しないと勝てないもんな。強調って何って、我々はみんな個人プレイヤーだった。なるほど、そっちか。フッ、ディフフ、他のポーズだっざん。部屋主に任せる。早く早くやりたいから、もうキャンプ入ってきたらすぐやるよ。でもいいよ、みんなでやろうぜ。でもいいよ。北斎2と比べて、吸盤の使い方がわからん。けど、やっぱ、北斎は今作も強調武器だね。誰かに補佐する感じで立ち回らないとやられちゃうな。なんか、1はダイオウイカで切り開くができたんですよ。だけど、なんだっけな、サブ、なんだっけ、ウェポンか。スペシャルが面白い。スペシャルはあれ裏取れる武器だから、あ、ここだって思ったら敵かき乱しに行ってもいいっていうのができるのは面白いね。なんか戦略の幅がちょっとお面白い。まあわかんない。なんかやっぱね、なんだろう、なんだろうね、なんだろう、
なんて言うんだろうね、遊び方が増えたは当然なんだけど、スペシャルのスペシャルの規模が小さいから、なんかよりテクニックが必要な感じになったかな。でも直感でぶっ放しても勝てるっていう。あー、それかな。そうそう、ジェッパーに似てるよね、開始時点にバーンと飛ぶの。先生、入り方がわかりません。わらわら。あら、ってとこだな。これ入ったら表皮経由で入ればいいんじゃないの。申し訳ないが、2は北斎ちゃんちょっと手放しちゃったからな。どうだろう、今作もいければいい。どうだろうね、どうだろう、どうなんだろう、わかんない。キョピが奇襲タイプじゃないんだよな、自分で切り開くタイプだから。その戦いで言うと、まだなんだっけ、パブロの方がやりやすいっちゃやりやすいが、パブロのスプリンクラーパブロが強すぎたんだよな。スプリンクラーパブロなんだっけ、バリア、あれは2だと強い気がする。しょうがないよ、負けたら味方に迷惑かけるからな。エンジョイじゃできなくなってきてるんだよ。じゃあね、生かしきるね。体の相性が合わなかったんだ。君はサポートしたい、僕は切り開きたい、一致しなきゃいけないんだ。バケツ使いがいる。強かったね、強かった。あれ、2もバケツとクイボットなかったっけ。必戦か、必戦が強すぎただけか。いいよ、やりたいもんね。そうだよね。あ、そっか、必戦がか。連続して使った方がいいのかな。フレンドとなら切り替え、右左。きたー、負けられないぞ。10倍。ナイス、いけー、よっしゃー、取った。よし、あれなの？出てた？画面出てた？ちょ、びっくりした。やっべえ、スプラッシュながらいつか落ちたの初めてだ。
残念。首ガックンガックンしてたよ、マジか。恥ずかしい。ワイプアウト、行くぞ行くぞ。オッケー、うまいうまい。うまいぞ、キルってる。やばい、今回の北斎楽しい。もう浮気しない、ごめんね。愛してるよ。うわ、ここまで入ってる。やった。やったぜ。あ、ちょっと体ひねった。やった、10倍マッチ。やったね。大丈夫？わらわら。ちょっとびっくりした。いつから落ちた。あれは悲鳴です。さっきあげたのは悲鳴ですよ。びっくりした。あ、やったね。ぎこちない。4キル、やばいな。社長13キルですか。あるじゃん。あ、そっか。タグ。このままピースの優勝に貢献していこう。10時。嘘だろ、まだ1時間なの。やば。マッチングいたしませんな。延長したいよ。そうだよ。そうだよ。じゃんけんタイムも大概チョキばっかでしょ。はい、じゃんけんするよ。最初はグー、最初はグー、じゃーんけーん。はい、パーです。わーい、初期の勝ち。わーい。あ、なになに、なに、こんなことできんの。え、まさか、まさか。できるんだ。あ、できるんだ。おお。あ、一人なんか。あれ？三人しかいない。あ、これあれか、フレンド違うよね。わらわら。一位か。わらわら。あ、いなかった。あ、消えた。消えちゃった。そして誰もいなくなっちゃった。ウィーン。あ、いける。いけるんだ。な、いや、色は偶然だった。今日見て初めて、あ、赤なんだって。もしグーが赤だったらグーしてた。やっぱ赤でしょ。さあやろう。楽しい。やばい。やられても楽しい。ハイドラ苦手。ごめん、これ終わったら休憩させて。ちょっと休憩したい。
よし、あ、そっか、このタイミングで、あ、やばいやばい、サンキュー。やっぱレーザーは動いてたら当たんねえ。当たる当たる、ホーミングする。え、一回出した後にホーミングするの？敵に対して照準当てるだけじゃない。いや、倒しやすいぞ。イエーイ、ダイナモか、あいつ怖いよ。塗ります。さあ前線を、やべ、どうしよう、やべ、よし、まずいまずいまずい、あー狙われる、遠距離苦手だ。どうなんだろうね、ちょっと死んでる、倒してない。ジュース、よっしゃ、乗り込め。3落ち、相手3落ち、よし、最後ちょっと貢献したぞ。いいわね。おほー、え、惜しい、惜しかった。いやー、僅差だったな。敵陣特攻いいね。残念。いや、なんかキルできるよ、楽しい。メッカ向こうも入り込んでたのね。そうだね、やられたな。5キル、あ、でも興味倒してたな。やったね。わあ、待て、なにこれ気持ち悪い、なにこれ気持ち悪い、ブニュブニュなんだけど、うえっうえっ、2こんなじゃなかった気がする。まる、押し強いのかな、スパイダーマン。そう、一瞬タコかと、あれ丸いなって、あ、タコ選んだっけって。ごめん、そうだよね、言っちゃった、ごめん。いいよいいよ、ごめんごめん。そう、まだ参戦やってなかったなと思って。そっか、キャンセルできないかな、抜ける。あー、ごめん、抜けできねえや。これでラスト、失礼。そうなんだよ、参戦やってなかったんだよ。あー、なんかポインターをつけるって感じか。でジャンプしながらパンは、できるみたいだね。壁の方がイメージ強いけど、高所から、あの、敵陣に入るみたいなのはできそう。って感じだな。
はあ。休めたい。目に優しい赤だな。お、2分待ってる。2分待ってるよ。来た。まあ食べてないよ、お腹空いたよ。気持ちがいっぱいだ。あ、来た。それか天井。あれ天井いけるんじゃない。すごい笑顔のイカちゃんいた。ナイス。上を制す者はバトルを制す。入っちゃうもんね。あ、やべ、退散。そこはがとは取ってるの。グッジョーブ。あはー、自陣を塗り直そう。いや、笑顔のニキルですよ。逃げ切った。バレた。うわ怖い。いなかった。あ、やられた。弓矢だ。まあ取れてねえなー、取れてねえぞやられた。落ちちゃった。やべ。あー、まずいまずい。前線が消えた。あー、まずい。あー、やられた。弓矢か。ちょっと塗ろう。ダメか、ダメか。ああ、あはは。残念。いやー弓だな、3回やられた。しゃあねえ。興奮だ、興奮でござった。バトルサンキュー。あ、見てなかった。ダメだ、今のってキョピ2キルだもんな。やばい、面白いね。100倍勝利おめでとう。チョキの勝利に貢献してくれ。チョキだよな。あー、
いね。楽しいね。こりゃ買うしかねえ。おめでとうございます。そりゃもうチョキチョキよ。おめでとうございます。チョキチョキか。ありがとう、貢献してくれて。勝ったら祝杯だな。チョキは勝つ。チョキは勝つんだ。ありがとうございます。100倍素晴らしい。頑張っていこう。